来面。来面は、ドイツ連邦共和国バーデンイコール、ビュルテンベルク州ラインイコールネッカー郡に属す都市。ハイデルベルクの南約7キロメートルに位置する。バインハイム、ジンスハイムに次いで、ラインイコールネッカー郡第3の都市であり、周辺市町村と共に、ハイデルベルク中級中心地域に含まれる。 1970年代の市町村再編で創出された新しい町ライメンは1981年に都市圏を獲得し1992年4月1日から大規模軍都市になっている。ライメンはラインイコールネッカー大都市圏の一角をなし、シュベチインガーハルト周辺部からクライヒがう丘陵への移行部沿いのオーバーライン、地高体内に位置する。 市内をライムバッハ川が流れている。地域の東部には、ゼ前バッハ川とガウアンゲルバッハ川が流れる。以下の市町村が、ライメン市に隣接する。記載順は、北から時計回りである。ハイベルベルク、軍独立市、ガイベルク、バンメンタール、マウアー、ビースロフホ、ヌースロフホ、バルドルフ、ザントハウゼン、いずれもラインイコールネッカー軍。ザントハウゼンの西に、 ライメン氏に属す無人の飛び地があり、オフターズハイム、ザントハウゼン、バルドルフ、ライリンゲン、ホッケンハイムに取り囲まれている。ライメン氏は五つの市区、すなわちガウアンゲルロッホ、ライメン、リンゲンタール、ザンクトイルゲン、オクゼンバッハの各区からなる。公式な市区の名称は、ライメンイコール、と表記され、ライメン区は、ライメンイコール、ミッテルと称する。バーデンイコール、 ビュルテンベルク州の市町村法に基づき、市区は3つの居住区域に分類される。ライメンと、リンゲンタール、ガウアンゲルロッホと、オクゼンバッハがそれぞれ同じ居住区域となる。ガウアンゲルロッホとザンクとイルゲンにはそれぞれ、ミュルガーアムトと呼ばれる、行政職の市職員が派遣されている。ライメンは791年に、ライムハイムとして、初めて文献に記録されている。 ロルシュ修道院とボルムス司教の両方が土地所有権を有していた。ガウアンゲルロフホは1016年、オクゼンバフハは1300年頃、リンゲンタールは1312年、ザンクとイルゲンはショートトン、アギディウス、ザンクとアイギディウスとして1341年に、それぞれ最初の木が残されている。1262年にブルフザール家は来面村の漁主権を、 ライン級中泊に委託し、1351年から完全にプファルツ領となった。来面は、ライン側に至るまでの西側の近隣村落、すなわち北ッケンハイム、シュベツンゲン、バルドルフ、エーディンゲン、ネッカーラウ、あるいは市に昇格する前のマンハイムが属す、キルヒハイマーチェント、当時の地方行政区画属した。1579年にこの集落に、 都市の定期史を開催する権利が与えられ、1595年には都市で市場が開かれる町と称されている。1674年、ネーデルラント継承戦争により来年の一部が消失し、プファルツ継承戦争中の1689年に完全に破壊された。1771年、屋前バッハに行政機関が設けられ、近隣のマイスバッハも この管轄下に置かれた。1797年に、奥前バッハは、マイスバッハと共に自治体に昇格し、隣接するリンデンタールもこれに含まれた。1779年、アーロン・エイリアス・ゼーリヒマン、1814年以降、アイヒタール男爵となるにより、来面にタバコ工場が創立され、1792年には、古典主義様式の邸宅が建設された。 これが現在、視聴者として用いられている建物である。1803年に、来年ガウアンゲルロフホ、オクゼンバフハ、リンゲンタール、ザンクトイルゲンは、バーデン選定校、後のバーデン大綱領となり、ハイデルベルク地方管区の自治体となった。1825年にこの地方管区は、ハイデルベルク都市管区と合併し、ハイデルベルク上級管区になった。 ガウ・アンゲルバッハははじめネッカー・ゲミュント地域管区に属したが、1856年にエーバーバッハ地域管区に移り、1864年になってハイデルベルク地域管区となった。1904年にハイデルベルクへの路面電車が来面に達した。政治的には1918年に社会民主党が勢力を持った。社会民主党はバイマル共和制の終焉まで。 最有力政党であった。1933年に NSTP が37%の票を獲得し、過労死で勝利した。1937年に自治体としての奥前バッハが解体された。首ウの奥前バッハは、ガウアンゲルロッホ、リンゲンタール集落は、ライメン、マイスバッハ集落は、ヌスロッホにそれぞれ分割された。1年後に、 それまでのハイデルベルク地域管区からハイデルベルク軍が創設された。このハイデルベルク軍は1973年の軍裁編により新たに創設されたラインイコールネッカー軍の一部となった。1981年、ライメンは市に昇格した。1990年に人口が2万人を超えた。これを受けてなされた大規模軍都市への昇格申請は 州政府の承認を得て、1992年4月1日に発行した。来面ははじめボルムス司教区に属し、後にシュパイアー司教区に移された。他のプファルツ選定綱領と同じように来面でも宗教改革がなされた。1556年にマズルタン派に、1559年に改革派協会に宗派が変わった。とその周辺地域は、 これ以後プロテスタント優位の土地となった。1699年から来年に再びルター派教会が組織された。1803年に改革派教会のプファルツ選定綱領からルター派のバーデンに移されたのだが、両プロテスタント教会の統合令が1821年に取り行えれた。それ以来、来年にはプロテスタント教会は統一された一つがあるだけである。 このプロテスタント教会は、ビースロッホ監督管区の管轄下にある。1707年に、聖アイギリウス教会がカトリックに譲渡されて以降、プファルツ教会分離霊、ザンクトイルゲンのプロテスタント信者もラ面教区に属していたが、1916年に再び自らの教会を建設し、1930年には独立した教区が設立された。ガウアンゲルロッホは、 宗教改革以降ほぼ一貫して独立した教区であり、時々他の村の信者をも管轄した。現在のプロテスタント教会は1901年から1902年に建設されたネオゴシック様式の建物である。ライメント・ザンクとイルゲンの教会組織は、プロテスタントのバーデン地方教会の北バーデン教会群のビースロフホ教会管区に属す。 ガウアンゲルロフホの教会組織は、ネッカーゲミュント教会管区に属す。宗教改革以降、残されたカトリック教徒は初め教会道を持てずにいた。1707年になって、プファルツ教会分離令により、ザンクトイルゲンの聖愛ギデュウス教会を獲得した。1725年には、ヘルツイエーズ教会を建設した。この教会は1914年に、 別の場所に新しい建物が建てられた。ガウアンゲルロフホのカトリック信者らは、上司で祭儀を取り行っていたが、1902年から1904年に、新しい教会、聖ペーター教会が建設され、1913年からは、独立した教区となった。来面地区のプロテスタント信者らは、はじめシュパイアー市教区に属していたが、1821年から1827年に、 新しく創設されたフライベルク、広塚座教区に移り、そのハイデルベルク主席司祭区に属した。1976年に、ハイデルベルク市の主席司祭区に変更されると、ライメン地区の教区、ライメンのヘルツ・イエーズ教会、ガウ・アンゲル・ロッホの聖ペーター教会、ザンクト・イルゲンの聖アエゲデュース教会は、ビース・ロッホ主席司祭区に移管され、現在もこれに属している。 これらに大キリスト教会のほか、来面には自由教会の組織がある。その中には、チャーチ・オブ・ゴッド、バハー・イー・教、新首都教会などが含まれる。来面は、以下のマチソンとが合併された。以下に、各時点での市域、町域における人口を示す。数値は、国勢調査、あるいは、各時点での統計当局の推計値に基づいている。 市議会は5年ごとの直接選挙で選出される32人の議員からなる。これに議長として上級市長が加わる。来面、ガウアンゲルロッホ、ザンクとイルゲンの各地区はこれに顧問を派遣している。この市の市長である市長、1992年からは上級市長と呼ばれるは8年ごとに直接選挙で選出される。市長代理は公式には 第一市長という名の助役が務める。第二次世界大戦以後の市長、上級市長を列記する。以後、上級市長。来面の市長は4分割されている。向かって、左上は金字に赤い爪と下で威嚇する黒い、ライオン。右上は青字に、デザイン化された銀の百合。左下は青字に、銀の釣り針。右下は銀字に、上向きの青いぶどうの房で。 緑の幹と向かって、左向きに緑の葉が描かれている。この紋章は、1981年にライミコール、ネッカー軍当局の認可を得たものであるが、ライメ面と現在はその宿となっているガウアンゲルロッホ、およびザンクトイルゲンの紋章を組み合わせたものであ。プファルツ選定校のライオンとブドウの房は、元のライメ面の紋章にあったものである。ユリはザンクイルゲンの 釣り針はガウアンゲルロッホの紋章に由来する。校舎は村の名前にちなんだデザインガウエンゼル、ロック、エンジェル、イコール釣りであった。旗は青から白である。ザンクトイルゲンには郷土博物館がある。かつてアーロン・エイリアス・ゼルリヒマン、後のアイヒタール男爵の邸宅であった鏡の間を持つ視聴者は市中心部を代表する建築物である。 フランスと、かつての死亡衛施設の一部である。死壁跡はこの都市の象徴的建造物である。プロテスタント教会は1681年から1683年に、破壊された後に再建されたもので、1732年と1932年に、それぞれ拡張されている。カトリックのヘルツイコールイエーズ教会は1914年に、建設された。 聖愛ギデウス教会は、ライムバッハ沿いの小さな並木道に面して立つロマンティックな情景は、ザンクトイルゲン地区の白尾である。この教会はもともと修道院教会であったが、1707年のプファルツ教会分離例によりカトリックの教区教会となったものである。ザンクトイルゲンのプロテスタント教会は1916年に建設されたものある。ザンクトイルゲンの地区庁舎には、 埋ン時期の金が備えられている。ガウアンゲルロフホのベッテンドルフ城は現在、ギャラリーとして用いられている。ガウアンゲルロフホの両教会はいずれも20世紀、はじめのネオゴシック様式の建築である。プロテスタント教会が1901年から1902年、カトリックの聖ペター教会は1902年から1904年に建てられた。屋前バッハの近郊。 北49度20分12.22秒、統計8度43分58.47秒に、NDB の無線標識の送信等、NKR がある。来面は、連邦アウトバーン A5 号線、カールスルーエ・ハイデルベルク間、バルドルフ・ビースロフホ・インターチェンジ、または、ハイデルベルク・シュベツィンゲン・インターチェンジからアクセスする。 市中心部とザンクとイルゲンの間を連邦道 B3 号線、ハイデルベルク、ブルフザール間が走っている。北東部郊外を修道 L605 線が通っており、2005年からは古い石橋の上を新しく興味深い橋がまたいで、エルゼンツタールとラインチ交代を結んでいる。ザンクとイルゲンには、ハイデルベルクカールスルーエセンクのザンクとイルゲン、ザントハウゼン駅があり、 ハイデルベルク・シュトットガルト間を結ぶ鉄道が通っている。この駅をラインネッカーエスバーンも利用している。この他の旅客交通としてはハイデルベルクから路面電車が伸びてきている。23系統はハイデルベルクのビスマルク広場まで直通しており、来面中心部で都市内を巡る路線バスと接続している。来面はラインイコールネッカー交通連盟の サービス提供地域に含まれている。来面には実業学校1校と基礎家庭、本家庭学校が2校ある。ガウアンゲルロッホには基礎家庭学校がある。来面は音楽学校と私立図書館を運営している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。